男の子が女の子と手を握れるおもちゃを作ってみたい。マジックハンドが大ヒット商品となり、商品開発を任されるようになった横井軍って、そんな横井は当時では考えられない商品を思いつく。人間の体には電気が流れているらしい。これで世の男の子が女の子と手を握れないか。横井は男女で手をつなぎ顕微鏡につないで愛情を図るというおもちゃラブテスターを開発。当時では考えられなかった異色の商品は話題を呼び、大ヒットへつながっていくのである。そんな横井軍兵の名言、ラブテスターはいい加減な商品だったんですよ。いい加減な商品だったから売れたんだと思います。